目標はパリオリンピックで2連覇することですもう使う技とかもすべて決めてるので頑張りますありがとうございます吉住さくらです今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ改めて吉住選手オリンピックスケートボード女子パーク金メダル獲得おめでとうございます ございます。四十住選手に今後の目標を伺いたいです。とのことです。目標はパリオリンピックで2連覇することです。どうですか？もう練習はスタートしてるんですね。もちろんはい。もう使う技とかも全て決めてるので、あとは完成度を高めていく練習をしてます。1>, 1日にどれくらい練習ってなさるんですか？今はま6時間7時間ぐらいしてます。 じゃあその上でこうパリに向けてもう気持ちの集中度は高まっているわけですね。はい。期待しております。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。